マニュエラ・マレーバ・フラニエールは、ブルガリア・ソフィア出身の元女子、プロテニス選手。姉妹プロテニス選手として、有名な、マレーバ三姉妹の長女である。スイス人であるコーチのフランソワ・フラニエールと結婚して、国籍も、ブルガリアからスイスに移住した。シングルス自己最高ランキングは3位。WTA ツアーで、シングルス19勝、ダブルス4勝を挙げる。 日本でも4つのトーナメントで優勝した。マレーバの家族は母親がブルガリアの国内テニス選手権で9度優勝するほどの名選手で、父親はバスケットボールのブルガリアナショナルチームでプレーした経歴を持つスポーツの名門一家だった。その環境の中でマレーバ3姉妹はテニスに親しみ、長女のマニュエラは6歳からテニスを始めた。 1982年に15歳でプロ入り。1984年5月にスイスオープンで WTA ツアー初優勝。2週間後のイタリアンオープンでは決勝でクリス・エバートロイドを6から3、6から3で破り、2大会連続優勝を飾る。この年のウィンブルドンで初の4大大,大会ベスト8入り、同年の全米オープン混合ダブルスで、 トムガリクソンと組優勝。ちなみに、この優勝は、マニュエラの4大大会唯一の優勝である。同年11月に大阪城ホールで開催された、ライオンレディスカップに参加。1回戦で、リサ・ボンダーを下し決勝に進出。決勝戦では、ハナマンドリコワを6から1、1から6、6から4で破り、日本のトーナメントで初優勝。 1>, 1ヶ月後の12月16日、第1回、トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメントの決勝で、ドイツのクラウディアコーデイコールギルシュを3から6、6から4、6から4の逆転で破り、同大会の初代優勝者に輝いた。これらの勝利をきっかけに、マニュエラ・マレーバは、日本で多くのファンを獲得した。1985年は、 全仏オープンと全豪オープンでベスト8に入り、トーレパンパシフィックテニスで大会2連覇を記録する。1986年は全米オープンでベスト8入り、1987年11月28日にフランスワフラニエールと結婚した。4大大会では長い間ベスト8止まりが続いていたが、 1992年の全米オープンで、ついに準々決勝の壁を破り、自身初のベスト4進出を果たす。準々決勝で、末の妹マグダレナ・マレーバと姉妹対決をしたが、マニュエラが6から2、5から3とリードした時点で、マグダレナが試合を途中棄権した。初めての準決勝では、アランチャ・サンチェス・ビカリオに2から6、1から6で敗れている。 1993年に全米オープンで2年連続のベスト4入り。この時は準々決勝で日本の建機美子を7から5、7から5で破ったが、準決勝でシュテフィグラフに6から4、1から6、0から6の逆転で破れた。グラフには通算17戦全敗に終わり一度も勝つことができなかった。最後の4大大会出場となった1994年の 全豪オープンではベスト8となり、準々決勝でアランチャ・サンチェス・ビカリオに6から7、4から6で敗れた。女子国別対抗戦、フェデレーションカップでは、1983年から1989年までは、ブルガリアの代表選手であったが、フランス・ワフラニエールとの結婚で、スイス国籍を取得し、1991年と1992年は、 スイス代表選手としてプレーした。1988年のソウル五輪には、ブルガリア代表で出場し、シングルスの銅メダルを獲得している。マニュエラ・マレーバ・フラニエールの現役最後のトーナメントは、1994年2月に、日本の大阪で行われた大会であった。準々決勝で、神尾オベー、準決勝で、遠藤愛と日本勢を連覇し、2月13日の、 決勝戦では、クロアチアのイバマよりを6から1、4から6、7から5で破り、最後のトーナメント出場を優勝で飾った。27歳のマレーバ・フラニエールは、世界ランキング9位で現役を引退し、女子の世界ランキングトップ10のポジションのままで現役を引退した4人目の選手となった。ありがとうございます。